皆さんこんにちは、講師の塚越です。令和を生きる夫婦のライフ&キャリアデザインを実現する育休戦略についてお話を差し上げていきます。子供を迎える夫婦、こういったですね、生き方っていうのは多様なライフデザインの中では限られた一つというふうにね、言えると思いますけれども、ただ皆さんですね、今日育休のですね、改正法についての情報も皆さんに差し上げていきます。こちらはご自身が子供を迎えるというだけでなくてですね、職場の仲間とかですね、またはご家族周囲の方々、育休を選択するそんな人たちがですね、いた場合にこの情報、今日は有益なね、情報としてね、皆さん得られると思いますので、ぜひいい時間を過ごしていただきたいというふうに思います。ではですね、育休ということで、まずね、この側面から私の紹介を差し上げていきたいというふうに思います。私、子供が3人おります。で、長男の時ですね、まず私、公認会計士で大手監査法人に勤めていた時代がございまして、非常に忙しい時期を超えてですね、閑散期に子供が生まれるということで、有給休暇を取ってですね、妻と2人で、育児をしました。で、この経験がですね、あまりにも衝撃的で、おそらくこの経験をしなかったらですね、この後おそらく1回も育児休業を取ってないし、もっと言うとですね、2人目も3人目も生まれなかったかもしれないというぐらいですね、この産後の休暇、非常にインパクトがあったということがございました。そしてですね、2人目が生まれるタイミングではですね、すでに私管理職でしたが、産前に1ヶ月、産後に1ヶ月の休みを取っております。で、ここまで話をするとですね、塚越さんちは共働きなんですねとか言われたりするんですけども、実はここまで私、妻は専業主婦でございました。で、この後ですね、妻が働きたいという話になりましてね、それはいいことだと思って、私がもう一回育休取ってる間にですね、私は保育園を探す活動、補活ですね。で、妻は就職準備です。髪の毛を切りに行ったり、服を買いに行ったり、エントリーシート書いたりということがございました。で、活動している間にですね、フルタイムの派遣社員で復帰を果たします。で、しばらく働いていたらですね、直接雇用に変わる、契約社員で直接雇用に変わるタイミングで3人目の妊娠が分かったんですね。で、妻、会社から何て言われたかっていうとですね、あなたまだ直接雇用に変わって1年経ってないので育児休業が取れないんですけど大丈夫ですかって言われたんですね。で、妻なんて答えたかっていうと、あ、大丈夫です、育休は夫が取るんでって言ってきちゃったって私に事後報告しましてね、そうか、事後報告かと思って私も1ヶ月ぐらいまた取ろうかなと思ってましたが、まさかその後ですね、妻が産後休暇すぐ復帰して私が8ヶ月のね、育児休業を取る羽目になるとはね、当時思いませんでしたけれども、ただ彼女がですね、その切り札をね、私に相談もなく使えたのは、彼女が専業主婦時代に私が何回も育休を取ってたからということがあったみたいです。まあ、こうやってね、夫の育児家事参画が妻のね、キャリアの選択肢を広げるとかですね、また女性活躍推進につながるなんてことは、まあ、一般的にも言われてましたが、まさに我が家がですね、それを経験した家族の一つだったと。まずはまさにですね、この育休をきっかけとしてですね、ライフとキャリアのデザイン、家族で構築していった一つの例ということでもご紹介できるかなというふうに思います。で、まあ、そういう話もそうなんですが、どちらかというと皆さんにね、お見せしたいのはこの写真ですね。1人目の子供の時にね、私が離乳食あげてる様子ですが、2人目が生まれるとね、長男が見てくれて、3人目が生まれると、まあ、次男が見てくれると。可愛いでしょ。あ、そうでもないですか。まあね、親バカなんですけどね。まあ、こうやってね、新しい命が生まれた時に家族で迎えられる、さらにそこに父親がいる、まあ、こういう家族をですね、日本でもっともっと増やしていきたいと思って活動を続けております。ではですね、こちらね、育休戦略ということなんですが、今時子育て世代がね、今どんな環境で、過ごしているのかというところから皆さんと確認をしてみたいというふうに思います。まずこちらですね、今令和の時代ですが、昭和の時代から見てみるとですね、昭和はすごい時代でしたね。9割以上が結婚していた時代です。そして専業主婦が過半だった、高齢化も始まったばかりと。で、親の役割って3つあるって言われてましてね、稼ぎ手役割、教育役割、世話役割です。で、この昭和の時代はですね、まあ、男性は稼ぎ手役割を担っていれば、まあ、親としての役割は担えてたんだっていうね、社会通念があったような時代。ところが平成も後半になってくるとですね、未婚もあるし、共働きが過半になってくるし、まあ、何よりこれですね、世界一の 超高齢社会です。地球人類史上誰も経験したことのない高齢社会に日本が最初に突入してですね、どこの国もついてこない、
そんなスピード感で高齢化になってます。でこうなってくるとですね、もう親の役割分けている場合ではなくてですね、稼ぎ手役割、教育役割、世話役割、これを夫婦でシェアしていった方がどうやら生きやすい世の中になったねって、これいい悪いでもないし、やりたいやりたくないでもなくて、生きるための戦略としてですね、まあ、やらざるを得なくなってきた家族が増えてきていると、まずこういう時代背景がございます。そしてニーズも変わってきました。男性についての、ね、育休の希望者ですが、子供が欲しいという未婚既婚の7割8割の男性たちは育休を希望しているなんてデータもございます。また新入社員の8割は育休を希望しているということですね。まあ、こういった、ね、環境の変化、そしてニーズの変化ということが ありましてね、だいぶ皆さんがですね、自分の父親たちが、父親や母親たちが見てた家族像とこの、ね、20年30年でだいぶ様変わりしているということ、まあ、この中で、夫婦でね、新しく子供を迎えるという時には育休がですね、まあ、非常に、活かせるツールの一つになっているということが言えるんじゃないかと思います。ファザーリングジャパンではですね、この女性活躍と育免と育没は3点セットだというふうに伝えています。こちら家庭の方はですね、令和のデータを見てもですね、まだまだ育児家事についての負担は女性に偏っていると、まあ、少なくともここに男性、イコールの男性を増やしていきたいというのがまず国の思いだったりもします。でしかもそれぞれが今女性も男性も働いています。それぞれに職場があり、それぞれに上司がいます。この上司が育ボスになっていくということが大事、または自分のボスを育ボスにしていく、または自分がボスになった時に育ボスになっていく、このあたりがポイントになってきます。育ボスというのは育免のボスではありません。職場で共に働く部下スタッフのワークライフバランスを考え、その人のキャリア人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司。育ボスの育は何育てているのかというと、部下やスタッフを育て、会社を育て、社会を育てながら自らも仕事とそれ以外の時間で自分を育てられるボスと、まあ、こんなボスをですね、増やしていけるかどうか、これがまた一つの、ね、ポイントになってくるかなというふうに思います。ではですね、今回育児介護休業法の改正ということがありますので、このポイントを皆さんにお伝えしながらですね、ご自身のまたはね、周囲の皆さんがこの育休を使ってですね、どうライフやキャリアにデザインに生かしていくかという話を差し上げます。こちら改正法についてはですね、2021年の6月に国会を通りました。この改正ポイント、まず3段ロケットになっているというふうに言われてましてね、1段ロケット目は4月にスタートしてます。こちらが一番大きい改正になりますけれども、企業に対する義務化になります。育休を申し出しやすい雇用環境の整備、そして個別の周知と意向の確認をしなさいということです。一言で言うとですね、これアプローチが逆になったんですね、今までとね。今まではですね、育休取りたい人が申請書を企業に出してね、取らせてくださいというようなイメージだったと思いますが、これからは企業側から声をかけなさいというアプローチに変わっているということです。そして10月については今度は分割ができますとかね、新しい制度が上乗せされますと、産後パパ育休が上乗せされてきます。で次の4月では大企業では公表の義務化ということになります。ただこれだけ話してもね、ちょっとピンとこない方いらっしゃると思いますので、もう少しね、具体的に詳しく話をしてみましょう。これまでとこれからの比較になります。まず妻が妊娠しましたと言った時に会社に報告したら、会社は今までどうだったかっていうとですね、 65% の会社は何にもやらなかったんですね。まあおめでとうぐらいは言ったかもしれませんけどね、もしかするとね、お子さん生まれるのですかと、これからお金かかりますよと、もっとあなた働きなさいって仕事積まれたかもしれませんけどね。でそうなると育休を、ね、取りたいなんてことが言いにくかったかもしれない。ただこれからはどうなるかっていうと、この4月以降はですね、企業はまず妊娠出産の申し出労働者に対して個別の収支と意向の確認をしなければならない。ポイントは妊娠出産の申し出者です。育休の申し出者ではありません。だから本人が育休取りたい取りたくないは関係ないんです。本人が取りたくなくても企業側から声をかけなさいということがポイントになります。じゃあ何を周知したらいいのかっていうのが4つのポイント。制度の周知、申し出先の周知、そして給付金の話、そして社会保険の免除の話、これを本人にしていかなきゃいけない。まあ、これをすることによってですね、本人が育休を取ってみようかなという流れになってほしいというところが国の思いでございます。さあではですね、産後まず新しく創設されるですね、この産後パパ育休についてもう少し詳しく話をしてみたいと思います。
こちらまずですね、ホルモンの量を高さに例えた図です。で、女性たちがですね、通常こうね、あの生理とか月経と、この時にはですね、ホルモン量としては20階建てのマンションの高さぐらいになるというふうに言われてますが、これ子供が生まれるタイミングはエベレストの高さまで行きます。エベレストの高さまで行って、子供が生まれて胎盤がスルッと出てくると、これが急落してゼロに近づきます。次ゼロになるときいつですかって、女性自身が死ぬときなので、生きてる間にこれだけのホルモン量のバランスが狂うことって通常ないんですね。なので、母子ともに母親だけがですね、妊婦が、こう心身不安定になるというのはですね、容易に想像がつくかなというふうに思います。そしてこちら最近分かってきたデータなんですけどね、特に子供が1人目の時の妊産婦のメンタルヘルスの問題、ハイリスクの状態っていうのは産後うつになってしまうような危ない状態なんですが、これは子供が生まれて2週間目をピークとして緩やかに3ヶ月まで続くことが最近分かってきました。もう一つデータがあります。妊産婦の死因の第1位は自殺です。で、この自殺と産後うつの関係直接結びつけている研究はまだないんですが、多くの専門家たちは関係があるだろうと言っている。ですので、まずですね、子供が生まれるタイミング、ママはですね、まず産後ケアに集中していただきたい、この3ヶ月間ですね。またパパはですね、家庭時間をしっかり確保し、妻のメンタルフォローと育児家事のね、に軸足を移すというような働き方に変えていくことがまあ必要になるでしょう。で、このあたりに加えてですね、職場のボスやまたは職場メンバーの人たちですね、一緒に働いている仲間たちはですね、これ職場メンバーの家族の命の問題になりますので、ぜひですね、育休を取るという男性たち、背中をね、職場から押してほしいなということも思います。こちらですね、ライフやキャリアをデザインするときで、まず育休を産後に取るということ、特にパパたちが当たり前に取れる職場環境づくり、そしてご自身であればね、それを選択するという、まあこのあたりが一つ大切になってくるかなというところです。そしてですね、もう一つ、当事者にとってはですね、この分割がとても活かせるツールになってくるかなというところですね。じゃあ分割は何を分割するのかというと、これまでの制度はですね、女性は1回しか育休取れなかったんですね。で、これまで実は男性はこれまでも2回取れていました。産後に1回取るともう1回取れるんですね。で、これがそれぞれ分割できるようになります。まず女性の1回のこの育休、男性の育休についてもそれぞれが分割できます。そして産後8週間も分割ができるので、男性は4回、女性は2回育休が取れるようになってくるということです。で、この取り方としてはね、今までもいろいろあったんですね。産後サポート型ですね、またはこう妻がね、復帰するタイミングでパパが取るバトンタッチ型、引き継ぎ型、そしてママが専業主婦でもね、パパがサポートで取るというパターンがありました。で、これに対して、育休ですね、ただ育休の話ってなかなか夫婦でしてなかったという方々もね、多くてですね、話してもこんな感じじゃないですか。ママが取る前提で、あなたも育休取ってよ、夫も私も育休取るよということで、いかにママの育休にパパが乗っかってくるかというような判断が多かったかなと思います。ところがこれから4回2回取れますので、子供が生まれるタイミングはですね、育休はいつどちらが取るという夫婦の会話が増えていくだろうということを期待しての改正法になっています。ぜひこの分割をね、いろんなパターンで試してみてですね、そのライフやキャリアのデザイン、育休を使って活かしていただきたいなというところです。そしてですね、育休っていうことがね、まあ育キャリというね、これあの次のね、もう一本の動画を見ていただくと育キャリもわかると思いますが、育キャリアクションラーニングの歌詞としてね、育休はこっちのライフ面の部分のね、価値と、そして職場面のね、どちらかというとキャリア寄りの価値、それぞれあります。皆さんがこのライフとキャリアをデザインする時の育休の生かし方、このあたりも参考にしていただきながらね、じゃあ自分たちがその機会を迎えた時に取るか取らないかの判断、ぜひこの動画を使ってね、生かしていただきたいなというところでございます。はい、ではですね、私からはこのライフとキャリアのデザインについて、育休をどう生かしていくか、この動画以上で終わりになります。ありがとうございました。